チャスプラーテでのめちゃんとベラちゃんです。ということでね、今タイのバンコクに来てて、タイ語しか書いてないよ、タイの人しか聞けない、英語も全く通じない場所にちょっと食べに来ました。ということで現地で行列ができるタイのレストランに来てみました。何を頼むのかもわかんない。タイスパンのかな。あ、メニューさーパパイヤ。パパイヤ肉と言いたい、肉マジで辛くない肉。写真で見せてくれて、これこれこれっつって、メニューがね、こんな感じで、多分めちゃめちゃインスタとかツイッターとかですげー有名なんだと思う。今お客さんのレビューみたいので、何頼めばいいか分かんないから、とりあえずおすすめ聞いて頼んで食べてみます。さあ、これが卵か。卵ソース作ったり、めっちゃ美味しそう。いい匂い。今ね、1時間待ってやっとこ入れて、すごい人がどんどん来るし、どんどん来るよ、どんどん並ぶし、外国人も来る。タイ語しか書いてないから本当に何の飯が来るか全然わかんない。なんかサプライズ、テーブルのところに全部こうやって並んでて、でこれ渡されて、あとはお好きにみたいな。なんか来た、なんか来たね、なんか食えそうなのが来た。手羽先と、そう、とんかつみたいな。とんかつみたいな。うまっ、うまっ。これが来ました。エビ入ってる。めっちゃ美味しい。美味しい。これ酸っぱい。なにこれ、不思議な味。不思議。美味しかった。辛い。辛いけど美味しいよ。辛い。ということで。また楽しく泊まったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴ。